狂気じみたアクションめちゃめちゃしてました、はい、なので代表と、まあ、ナンバー2が新卒研修でいない合宿行ってる間に、はい、勝手にプレスリリースってビジネスモデル変えちゃうとかめっちゃやってました怖いインターン生に普通鍵とかって押さないじゃないですか、はい、みんな出社遅いしみんな帰るの早いから鍵くれって言って、うん、会社の 300m 以内ぐらいのところに家借りて、はい、無理やりインターン入れてもらってます。すごいですね熱量とフルコミットとビジネスオタクチャンネル今回は年間10万人が使うベンチャー成長企業の就職サイトナンバーワンシェアキャリアの平塚社長にお越しいただきました。平塚さんお願いしますはいということでまずは簡単に自己紹介をお願いいたします。はい株式会社チアの代表の平塚と申します。でチアはですねチアキャリアっていう年間で10万人ぐらいの学生が使ってくれる就職サイトを運営している会社なんですけど、はいまあ、ベンチャー就活とかベンチャー就職って調べた学生が見つけられるサイトを運営しています。なるほどなるほど、はい、チアキャリアさんはその事業内容としてはもう就職サイトでベンチャー企業さん と、新卒の就活生をまあ結ぶじゃないですけどマッチングするプラットフォームみたいな形になってるんです、ね、そうですね、はい、就職サイトと、まあ、イベントだったりとか人材紹介だったりとかいろいろあるんですけ ど、はい、ベンチャー企業と学生をつなぐってことをやってます、うん、なるほど。学生ってなんかどういう層が多いとかってありますか。うーん今世の中全体だと大手安定志向増えて、はいうんまあ、就活アクションの減ってみたいな本当に結構企業が苦戦する市場なんですけど、はいはい、なんかその中でも将来起業したいとか、はい幹部になりたいとか結構成り上がり志向とか営業志向とか、まあ、ゴリゴリした子たちがちょっと集まってくれてるかなっていうのもありますね、大学だとここが多いとかあるんですか。あそうですね、まあ、関東圏やっぱ強いので、はいまあ、G マーチとか あとも学生数が多いので日大とか。なるほどなるほど、はい、でもやっぱベンチャー志向が合う大学で結構毛色がはっきりしてて法政とか。あそうなんですね、はい、結構明治とか一緒に、ねはい、早稲田とか。あ、はい、学生数がめちゃめちゃ多いとそういう感じになるんですかね、うん、あと先輩から聞いたっていうのは口コミって大きいので先輩起業してるけどどこで動いてたとか。なるほど。動いてる子ベンチャー志向の周りでベンチャー志向集まったりするのでそこのリファラルとかはやっぱり大きいですかね。なるほどですね、はい、じゃあすごい優秀なベンチャー志向の学生が集まってるっていう感じなんですね、うんうんうん、結構大事にするのが頭でっかちじゃあんまり見ないと思っていて、はい、なんかロジックだけで考えてもしょうがないので、はいはいはい、まずどうすること大事だよみたいな教育結構しっかりしてるので、はい、なので学生のうちからなんか、はいまあ、例えば、まあ、ファミレスでアルバイトするとかも全然いいんですけど、はい、なんかそういうことだけじゃなくて企業の中に入り込んでマーケのインターンするとか開発やると か、はい、なんかそういう実務に伴った成長できるインターンの場とか機会を提供してます、はい、あそれどういう形で提供されてるんですか。うちの中にもたくさんインターン生いますし、はい、お客さんの中、はい、お客さんの会社の中のインターン業務とかを紹介したりとか、はい、実務で評価するフィードバックするってやってます。あなるほど。あじゃあインターンの斡旋じゃないですけどそういったこともやられてる。なるほど。あでも今世の中的に大手の志向が人が増えてるっていうのすごいびっくりしました。めちゃめちゃ増えてます。この 2,3 年でものすごく増え、はいましたね、やっぱり経済の情勢だったりとか、はいはいはい、なんかそういう不安定さを感じ取って、はい、できるだけネームバリューがあってブランド力があって安定してそうみたいなところに行きたいみたいな流れがものすごく増えてます、あそうなんですね、はい、なんか思ってたのとまた逆行してるイメージでした。私がこの世界入って10年ちょっと経つんですけど、はい、過去ダントツでも安定しこ、そうなんですね、はい、やばいです、はい、そうなんだ。じゃあなんかそれこそちょっと人気な商社だ総合商社だったりだとか、はい、そういったところがまたメーカーとかですです、そういったところが人気になってきてる。まさに。で学生に何で安定見てんのって聞くと、はい、これ大手就職サイトも発表してるんですけど、はい、福利厚生が多ければ多いほど充実すればしてるほど安定してるっていう謎のロジックになってるので、でもキャリアに関するその教育とかも全然足りてないっていうのがやっぱ日本の現状だったでしょう、ね。へえ、あ、そうなんですね。うん、なるほど。まあ、なんか確かに学生もいろいろ多様化して自分のライフ、うんうんうん、仕事だけじゃなくてライフも大事だよねみたいになってた時にそうやってこう結構まあホワイトじゃないですけど、ある程度お金も担保されていて自分の時間も使えてみたいなところに思考として行くみたいなのは確かにありそうですね。そうですね。でもなんか20代例えばまあ全然人によってホワイトとかブラックの定義違うと思うのでいろいろ価値観はあると思うんですけど、なんか楽したい、あんまりその楽して定時に退社してそれでいて給料高いところがいいって20代の最初のファーストステップで頑張らずに30代になってから頑張るかって頑張れないじゃないですか。確かに確かに。なので当たり前の基準をできるだけ早めに、積んどいた方がいいと思うので。なるほどなるほど。なんかそこ結構国力下がるだろうなって思う、いや本当ですね、今ちょっとびっくりしました、なるほど。企業さんでいうとどんな会社さんが多いですか。そのベンチャーの中でもこういった会社さんが多いとか。そうですね、業種は結構バラバラだったりするんですけど、はい、今ご時世からやっぱり SNS マーケティングとかマーケ系の企業さんはの求人はものすごく増えてるなって感じはしてますね、はい、IT もそうですし、うん、でもやっぱりゆくゆくやっぱり IPO をしたいとか、なんか伸びていきたいっていう、なんかその勢いある会社さんがお客さんで多いので、新卒さえやるっていうぐらいなので、で、その新卒に期待してることってやっぱり、なんか幹部候補欲しいとか、勢いのある子欲しいんだよねっておっしゃる社長さんたちが多いので、やっぱり伸びてる会社とか注目されてる会社が多いですね。ああ、なるほど、うん。すごい夢がある会社ですね。多い。でもこれ面白いのは、なんか、今 CM やってたりとか、みんなが知ってるあの会社みたいなところが、3人とか、創業時、からご支援したりするんですよ、新会社が。はい、あ、新卒初めてやりますとか、
本当に3人であの汚い畳から始まりましたねみたいな会社が、はいはい、もう IP をしてものすごく有名になってみたいなこと結構ざらにあるので、はい、そこがやっぱり楽しいところではなるほど、はい、確かにお客さんとの成長と一緒に伴走できるみたいな、めっちゃ面白いですね。確かにそれぐらいの小さい会社だと本当一人のインターン生がめちゃめちゃ活躍しますもんね。本当にそう、役員になったりとか、はい、事業部長になったりとかめっちゃ面白いですね、はい、なるほどなるほど、うん、確かにあの元々はあの平塚さんご経歴としては iPassion という会社の執行役員をされていてっていうところだったと思うんです、はい、新卒 3ヶ月で、はい、そのあたりのちょっと経緯をちょっと教えていただきたいんですよ。もともと内定をもらって、はいはい、私の時代だとインターンとか結構当たり前じゃない時代だったんですけど、はいはいはい、内定者インターンを始めてそのまま1年間フルコミッションとかで入って、はい、入社するタイミング、はい、1年間インターンして新卒で入社して3ヶ月後に役になったって流れではあるんですよね、うん、すごいですね。いやいや、とにかく営業しまくってましたね。はい、なるほど。 iPassion さんも同じような人材系の会社さん。そうです、はい、ベンチャー企業に特化した採用支援とかをする会社、はい、求人広告代理店とかになってました。はいはいはい、はい、なぜそこに最初は入ろうと思ったんですか。やっぱり自分の行きたい方向性と会社の方向性が一致したっていうのが、はい、うん、そこの一致してる幅が一番大きかったっていうのが決め手ではあったんですけど、はい、当時本当にいろんな会社の就活をして内定もらって、はい、その中でも一番なんていうのかね、こんな言い方あれですけど、はい、愛があると思ってほしいんですけど、はい、その一番なんていうんですか、ちっちゃくて、はい、出来上がってない会社を選んだっていうのがあるかもしれない。なるほどなるほど、うん、当時創業何年目ぐらいの会社さん。当時2009年で14だから7、8年とかですね。あ、なるほどなるほど、はい、まあ、でもそうですよね、ベンチャーみたいな感じの時期ですよね。そうですね、めちゃめちゃ激しいですね。なるほど。他は、はい、じゃあ大手とかも内定もらってたんですね、うんうん、そうですね、みんなが知ってるような有名企業さんからもらって、はい、最終的に全振りして何にもないところ行こう、なんでその決断がその学生時代にできたんですか。承認欲求が強かったっていうのは大きかったかもしれないです。今振り返るとですけど、はい、平塚がいたからこれができたよねとか、こういう世の中に価値を生み出せたよねって最大価値感じられるところってどこだろうってなった時に、はい、なんかそこでそこに平塚がいなくても動くとか、なんか明日多分回ってるだろうみたいな会社を大きくするよりも何にもないところを大きくした方が楽しいみたいな感覚から始まったと思います、ね、はいはいはい、なるほどなるほど、はい、それはなんかいろんなその例えば大手の企業だったりだとかも見る中で、はい、あ、ここだったら自分めちゃめちゃこう活躍できるなみたいなのを、まあ、入る前にインターンの前に決めたってことですよね。そうですね、もちろんインターンの時に違うなと思ったらお互いにやりましょうみたいな話はしてましたけ ど、そう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 、その思考になかなかなるのって本当難しいですよね。学生でしかもインターンとか今みたいに普及してなくて、はい、あんまり働いたことないのに、そうですね、裁量があるとか決済持てるとか、そういったとこ魅力を感じるのってすごい難しいと思うんですよ。そこを見極めたのがめちゃめちゃすごいですよね。あ、でもそれこそインターン期間中も何度もやめてやるみたいなことやってましたよ。いや、自分の会社であんな子来たら結構1日 3日でハゲる自信あります。受け入れたくない。なるほど、どんなことがあったんですか。良くも悪くも真っ白で新卒なので、はい、本当当時代表よりも役員よりも自分がiPassion を好きで誇り持ってるって自信持ってたんですよ。誰よりもこの会社のことを考えて、はい、誰よりもアクションしてるって自負があったので、はい、こうすべきだみたいな、はい、なんかなんていうんですかね、狂気じみたアクションめちゃめちゃしてました、はい、なので本当やばい話結構掘り返されるとなって、はい、例えば代表と、まあ、ナンバー2が、はい、新卒研修で別の学年の新卒研修でいない合宿行ってる間に、うん、勝手にプレスリリースってビジネスモデル変えちゃうとか、めっちゃやってました。怖い。月額制サブスク勝手に導入するみたいな、でそのプレス見て代表たちが、はい、みたいな、はい、ことやってましたね。すごい、これからの時代サブスクだからとか言ってよくわかんないじゃないですか、はい、とかやってましたね。なるほど。そのちなみにサブスクのうまくいったんですか。今もサブスクモデルになってるんで、めちゃめちゃやばいです。でもやばいですよね、今考えたらやばいことしたなと思います、はい、なるほど、はい、いやでもそれをちゃんと任せて好きにさせてくれてるんだっていう。とか、はい、今だとありえないですけど、うん、有名大手企業と勝手に協業プレス打ったりとか、その大手企業から問い合わせ入るみたいな、はい、知らないんだけどみたいな。なるほど。でナンバー2が沈めに行くみたいな、はい、やってましたね。はあ、なるほどですね。そこまで頑張れたのはなんでだったんですか。でもやっぱり自分事として考えられたっていうのはすごく大きくて、うん、まあ、さっきその自分の行きたい方向性と会社の方向性が一致してるって話しましたけど、はい、うん、当時自分の一番自分ごととして考えられる社会的課題が、はい、まあ、就活生だったっていうのもあって、あ、就活のあり方だったんですよ。なのでこれを変えることによってっていうか、はい、これの課題って一番自分自身が分かってるぐらいの自負があったので、うん、なのでそこですかね、どうやったらこの世の中変わるんだっけとか、うん、どうやったら就活変わるんだっけって誰よりも多分考えてのめり込んでたと思うんですね。なるほどなるほど、うん、その時感じてた課題感が今も結構そうですね、うん、はい、まあ、でもやればやるほど教育とか日本の社会構造に行くんですけど、はい、なるほどなるほど、うん、なんかもう当時はずっと営業されてて成績がもうトップみたいなのをお聞きしたんですけど、うんうんうん、その営業成績をこうトップにするための秘訣って何でしたか、はい、あ、でも一番最初でいくと、はい、私
アクション業だと思いますね。当時だって7年目、7個上、8個上、9個上とかの先輩、はい、大先輩たちがいるわけじゃないですか。はい、で、経験で言ったら組織コンサルも採用のノウハウも先輩たちのがある中で、うん、私から買う理由ってお客さんなんだっけってなった時に、うん、誰よりもその企業のことを考えて、分析して、調査して、うん、企画して、その会社のためにアクションできるっていうことだけだと思うんですよね。はいはいはい、なるほど、なるほど。あとは学生の一番近い感情は私が分かりますっていうことは難しいと思うので、うん、なので本当にバッターボックス立ちまくったと思いますね、はい、数年間多分2時間以上寝たこと1回もないと思います。2時間以上寝たことがないですからないですね。本当に朝から晩まで働いていて、はいはい、なのでオフィスのインターン生に普通鍵とかって渡さないじゃないですか、はい、しかも内定者そうですね。で一番最初にオフィス出社ってしていったのが、うん、みんな出社遅いしみんな帰るの早いから鍵くれって言って、うん、でそのために終電始発関係ないところと思って、はい、会社の300メートル以内ぐらいのところにオフィスの家借りて、はい、無理やりインターン入れてもらってます。すごいですね、熱量とフルコミとかやってましたね。なるほど、やっぱ量稼ぎに行くのが媒体を売ったりとか、それこそ他の広告代理店みたいなこともされてたんですか。そうです、結構でも狂気じめてたので、はい、他の営業マンの全営業筋出しても私の方が売ったんですよ。でプラス他の多媒体、例えば、はい、まあ、名前出していいか分からないですけど、はい、マイナビさんとかビクナビさんみたいな大手就職サイトのサービスうち扱ってたんですけど、はい、私扱ってないってめちゃめちゃ言ってて、はい、お客さん先に扱ってないですよ買いたいなら直販へどうぞみたいなこと言ってて、やばいことしてましたよね。それなんでだったんですか。それは、私がマイナビを、まあ、そのサービス乗るんだったら、はい、そこの会社に転職して一番自分でいい企画作って売りから私から買うべきなのこれだみたいなこと言ってましたね。ちゃんと自社のやつだったらいろいろ魂カスタマイズできるやばいことしてましたよね。なるほど、買いたいって言われても、はい、うん、そうそうそう、本当やってましたね。なるほど、はい、じゃあその1年間はもう営業でずっと成績トップを走っていて、そこから入社して3ヶ月後執行役になったっていうのはどういった経緯でなられたんですか。あ、でも一番の大きなところは、はい、理念へのミッションの共感性とか体現みたいなところと、 あと数字、完全に数字だと思いますね。で途中からやっぱり自分で言ってるとサービスこうしたいとか、はい、こうすべきだとかマーケ戦略とか開発とかいろいろ発生するじゃないですか、はい、なので学生時代からもうマーケの舵取りとかディレクション、うん、開発のディレクションとか全部やってたんですよ。すごいですね。営業も本当に採用も、はい、もう全部やってましたね。なのでそうそうそう、なるほど、あの授業のこと自分が一番やってた自負が逆以上にあったので、はい、そこかなと思いますね。それはご自身で交渉したのか代表の方。全くしてないです。あ、じゃあもう3ヶ月後にはもう役になってくれみたいな、はいはい、でも今思うと今笑い話で結構話すんですけど、はい、あの時辞めさせない戦略だよねみたいなのが、はい、あ、なるほどね絶対辞めないで自分にさらってよく何発にもいます。なるほど、執行役員だったらまだ株とかも特にないしみたいな。なるほどなるほど、確かに。うちもちょうど新卒2年目の男の子に COO という役職を与えたばかりです、うんうん、ね、執行役員役ですねなるほど、そこからじゃもう役になって、じゃあさらに辞めさせない戦略じゃないですけど、うんうんうん、もうガチガチコミットしようってなって、はい、で独立をされたのはなぜだったんですか。途中からも番組を見て面白かったよという方はぜひいいねボタンお願いします。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。また感想はコメント欄やツイッターなどでお待ちしておりますので、私も全件リアクションさせていただきます。